S 様の諸君、朗報だ。この超ガンダムオンライン古参ユーザーのエテポンゲがシャングリラサーバーにてガンダム試作1号機を入手することになり、メインで活動する拠点をシャングリラサーバーに移すことにしました。シャングリラサーバーの諸君、喜べ、朗報でした。では、今回はこのガンダム試作1号機を一度乗ってみて、どういう機体なのか、今後どう運用していくべきなのかをいろいろと確認していこうと思います。そしてこいつはフルチケ改造してちょっと気づいたことがあります。ユニバーサルブーストポットという謎の並走があります。このユニバーサルブーストポットを装備することによりフルバーニアンのブーストチャージと容量が大幅にアップし、その代わりに通常移動が遅くなるというモロハの剣ですね、モロハの剣のブーストポットがありました。今回は一応一旦なしで出撃しようと思います。フルバーニアンがなくてもガンダム試作1号機の機動力というのは非常に素晴らしいものがあると思うので、それでも少し不満があるのなら盾を外しフルバーニアを装備しガンダム試作1号機 FB として運用していこうと思っています。はい、では参戦します。まもなく戦闘が開始されます。参戦ボタンを押してください。では行きましょう。今回はどの戦場かな。戦闘開始まで、やはりフルこのガンダム試作1号機を試すならニューヨークが一番適しているんじゃないかなと思う。戦闘開始までしばらくお待ちください。まあ悪くないだろう。まずは A 拠点から出発して4、6を通り Y の本拠点を叩こうと思います。 G ラインライトアーマーを抜けるかどうか、そこが今回のポイントですね。 G ラインアートのポイントですね。今回はガンダム試作1号機に加え新たにパワードジムを開発設計しました。ウィークシューターでした。そして水中型ガンダムがあるので初動は水中型ガンダムで出ても悪くないんじゃないかなと思いますが、今回はテスト運転も兼ねてフルバーニアで出撃しようと思います。今日も召喚部屋だな。一応このシャングリラサーバーのキャラクターは普段はあんまり使っていなかったので中佐なんですが、メインで活動しているフランチェスカサーバーの強い方のエテポンゲは召喚なので全然問題ないですね。遅れは取れません。シャングリラサーバーの皆さんよろしくお願いします。遺憾が混ざってるな。遺憾にはちょっと辛い戦場になると思うけど気を落とさないで頑張ってもらいたい。大部隊が出現しました。戦闘態勢に移行してください。よし、出撃する機体を選んでください。ではまずガンダム試作1号機、今回はパーツをフル仕様でいきます。
ください。 A から出発して 46Y、うん、4この4番数字拠点の山の部分を登って一気にこの陸地に立ち、そこから Y を狙おうと思います。6番は踏めればなおよしですが、味方がそこはもういかんに任せましょう。目標1、確認いたしました。拠点を踏むのはいかんで十分だ、誰でもできるからな。いきまーす。攻撃開始、敵を近づけるな。早い早い。あーいいかも。あーすごいすごいな、ブーストチャージもバッチリだ。拠点をもらっといたで。ここから一気に飛びます。そしてあの陸地に、この真ん中に装備しているのがロングビームライフルです。まだだ、まだ撃ち続ける。やっ！あ、これチャージなんだ。遠くから、えっ、はぁ、はぁ、あっ、いや、なんてやねん。いい判断。一番本拠点に対して一番ネックな敵と言っても過言ではない、この私を倒すとはなかなかいい判断の不可数だな。防衛行きましょう。やっ！よし。やっ！よし。まだ来るぞ。まだ来るぞ。よし。はっ。よし。あっ！気を抜くんじゃない！よし。拠点を占領しました。よし、十分だ。みんな緊急帰投。すまない、退避させてもらう。やはり遺憾がいるからね、僕が仕切ってあげないと。遺憾はどう立ち回っていいのかわからなくなっちゃうからな。まずい状況だな。数字拠点がありとあらゆる数字拠点が拾われているな。拠点をもらっ、ここはまず5番から踏みに行こう。一見5番は不要な数字拠点と思われがちですが、5番を踏むことにより、また動き方がどんどん変わってくるのでね、5番を踏むことは非常に大切、そこを怠らないでいただきたい。よし。まるで蜜の味、そう、甘いですよ。よし、こんな切れば十分だ。よし、あそこに一匹残っているが、それはいかんに任せよう。残党狩りはいかんの仕事だ。よし、次は4番。狙い目は4番だな。短式マシンガンの威力なめるなよ。し、いいぞ。各自おのおの自分の仕事を忘れないように、一旦帰りましょう。バズーカがなくなってしまった。大丈夫、これは当たらない。そうだな、次はどこに行こうかな。ここは失礼させていただきます。どこに行こうかな。来てるぞ、迎撃に向かう。
甘いわ。ビームサーベル切ってると思うなよ。敵はこちら側の補給艦を狙っているな。敵の思うままにやらせて、あら、やった。敵の思うままにやらせてはいけない。敵の戦意を奪うんだ。敵がやろうとしていること見逃すわけにはいかない。やるじゃないか。行って。お前か。短式マシンガン舐めるなよ。あーし、ミサイルが遠くから撃ち上がって、ミサイル使ってるやつなんか大抵スキル、そのエイムが足りないんだよ。ミサイル使ってるやつは、ミサイル使ってるやつは腕に自信がないから、ミサイルをさ使うんだ。遠くからチクチク、ミサイル召喚だな。ミサイルばっか撃ちゃおって。あ、もううざい。だいたいミサイル高速型サブラップガンだから。仕方ない、5号機を解禁する時が来てしまったか。これはあまり披露したくなかったけど、今回の大型アップデート統合整備計画により5号機は飛躍的に成長し、その強さはアレックスをもしのぐと言われ、ヒヒ、自軍戦力ゲージが残り 30% を切りました。そこ、やめろよ、お前。トーク。リロードしよう。アップない。はあ。俺の視界に入ったのが運の尽きってね。たまたまだな、今のは。あれは狙って撃ったんじゃないの。やぶから棒に撃っただけだな。フルバリア行こう。出撃する地点を選んでください。よし、いいぞ。この角2つ決めれば一気に、いいぞ。よし、じゃあ下の援護に向かおう。参ります。水中でも全然にこいつの機動力は死ぬことはない。うん、水中だろうが、ちょっとそれは乱暴すぎるんじゃないか。味方の援護を待つんだ。当ててやる。あモジュールを積みすぎてしまったようだ、うん、どうやら今回はモジュールをいっぱい積みすぎたせいでこういう結果になってしまっているみたいです。普段は絶対ないんですけどね。モジュールって奥が深いな。あと30秒。出撃する地点を選んでください。書くダメじゃないか。僕が運ぶしかないかな、これは。僕が運んであげるしかないか。美観のみんなはやっぱり尻つぼみしちゃっているので、僕が運ぶしかないようですね。うん。
仕方ないな。久しぶりに過去を持つとちょっと怖いな、やっぱり。みんな援護してくれ。しかし僕が一番核を使えない。できればレーダーを張ってほしいな。レーダー張ってくれないかな。ちょっといるんだよな。いけるかな。なるほどな。今のは僕が先に先陣を切ることによって、自発の試作型戦略兵器を決めるというそういう算段でしたね。うん。決して走ることはない。僕が前を走ることにより、うん。そして後ろにいるその戦略兵器を決める。うん。ダミーと言ってもいいな、うん、そういう仕事を買って出たまでに過ぎない、うん、参ります。サイザリスでかいんだよ。的がでかいんだよお前。よし、でけえ的だ。でけえ的がそこにも。短式なめんなよ。もう、ハゲが、ハゲは大体のこういうミサイル使うよ。エイムに自信がないんだったら、エイムに自信がないんだったら、アバとかやって鍛えてこいよ。まったく。前方に敵確認。許さんぞ。ミサイルばっか撃ってその順位なんだろう。ミサイルばっか撃ちやがって。おしょ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 、バケレーブミサイルやろうめ。うわっ、何やこいつ。ダンボール戦機みたいだなこいつ。なんか段ボール戦機が混ざってるよ。なんかあいつ絶対段ボール戦機だろ。少し前に出過ぎちゃったよな。モジュールの積みすぎには今後気をつけよう。やばいな、多分 A 拠点に核が運搬されているのだろう。
A 拠点の防衛に向かおう。これよりそちらを援護する。行こう。汚い手しか使えないお前はもうパワー負けしている。追いかけろ。よし、相手の補給艦を潰そう。あそこが敵の拠点になってしまっている。あそこから核を運ぶ、そういうスタイルだな今日のジオン軍は。悔しいけど退避します。ロックオン。当てられよ。そんなエイムで当てられると思うなよ。踊り狂え、踊り狂え、踊れ。ああ、ここだ。ぶら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 。あぶらぶら。金石系なの。金石系の。逃がさん。よし、拾われちゃった。ああ。なかなかやるな。ケンプは青色だから海に入ることによって、通常海適性を持っていないとしても青いモビルスーツというのは非常に海での戦闘にとって有利に立てることがあるので、ちょっとそこら辺の注意を怠ってしまったな。よし、ちょっとこれ当て、これちょっと一発当てよう。これの威力がどれぐらいなのかっていうのがちょっとな。外そっかな、もう当たんないし。やめてよ、もう終わっちゃった。当然の結果ですね。今回この勝ちに導いたのはやはり私の戦略兵器のダミー運搬、あれが大きかったでしょう。素晴らしいスコアだ。やはりちょっと遺憾には今回の戦場少し荷が重かったようですね。個人の評価を報告します。あなたの活躍、本部からの報酬が支給されました。開封するコンテナを選んでください。はい、では今回はガンダム試作1号機のテスト運転でした。フルバリアをつけなくても十分な高機動のモビルスーツなので無理につける必要はないかもしれません。あとチャージビームライフルは少し考えものですね。2発しか撃てない上にシュツルムとかとは違い爆発しないので確実に当てる必要があるので、当てるのに自信がない方は特に遺憾や当てるのに自信がないものは外すべきでしょう。僕はこのまま装備して運用していこうと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。やあ。